一軒茶屋から十軒茶屋まで地名は存在するのか。まず一軒茶屋は栃木県にあります。那須塩原にあるバス停なんですけど、すでにお茶屋さんはなくなっていて、蕎麦屋さんが近くにあるのでぜひ行ってみてください。そして二軒茶屋は京都にあります。叡山電車の京都市内にある駅なんですけど、もともと旅人のためのお茶屋さんが二つあったことから二軒茶屋という名前になったみたいで、でね、駅から離れたところに八坂神社があるんですけど、そこに二軒茶屋という立派な喫茶店があるのでぜひ訪れてみてください。さあ、お次は三軒茶屋ですね。東京都世田谷区の田園都市線と世田谷線の2路線が通ってる駅で、狭い路地にはいくつもの飲み屋や夜の店があるので、レトロや小汚い場所が好きな方は絶対行ってみてください。ちなみに喫茶店はありますが、お茶屋さんはないです。さあ、4軒茶屋はありません。5軒茶屋もありません。6軒茶屋もありません。7軒茶屋はあります。広島市の可部線の駅なんですけど、もともとやはり7個のお茶屋さんがあったから七軒茶屋という名前になったみたいです。そして今でも秋七軒茶屋というお茶屋さんがあるので、ぜひ行ってみてください。続いて8軒茶屋はありません。9軒茶屋、10軒茶屋もありません。ただね、他にも〇〇茶屋という駅はあったので、ざーっと紹介します。まずはお花茶屋、こちらは東京都葛飾区の京成本線の駅なんですけど、お茶屋さんはすでにないですが、葛飾区役所が近くにあるのでぜひ行ってみてください。次は蛍茶屋駅です。こちらは長崎県の路面電車の駅なんですけど、もう蛍茶屋はなくなってるんですけど、ここに蛍茶屋あったよっていう看板も出てるので行ってみてください。次は高茶屋駅です。こちらは三重県津市の紀勢本線の駅なんですけど、お茶屋さんはありません。そして小岩茶屋駅なんですけど、福岡県久留米市にある駅なんですが、お茶屋さんはありません。そして来ました、お茶屋系の駅の中でも三軒茶屋と並ぶ有名な駅、変化茶屋駅なんですが、大阪市西成区にあります。駅には一心茶屋という喫茶店があるので行ってみてください。加えて北東西天下茶屋駅があります。次は小判茶屋駅で、鹿児島県薩摩仙台市にある鹿児島本線の駅で、お茶屋はありません。そして来ました滝野茶屋駅です。兵庫県神戸市山陽電車の駅なんですけど、お茶屋さんはすでにありません。そして茶屋ヶ坂駅です。こちらは名古屋市名城線の駅なんですけど、近くにおかげ庵という米田コーヒー系列の喫茶ならあります。最後に萩野茶屋駅です。こちらも大阪市西成区にある駅なんですけど、駅に甘党喫茶浜屋さんがあります。ということで今回は茶屋と名前がつく駅をバーッと紹介しました。特に三軒茶屋と天下茶屋は旅するんだったら最高のスポットなので行ってみてください。他にもコメント欄でこういうシリーズの動画作ってよってなったらコメントしてください。ごちそうさまでした。